中央本線は、東京都千代田区の東京駅から、新宿区の新宿駅、長野県塩尻市の塩尻駅を経由して、愛知県名古屋市中村区の名古屋駅までを結ぶ、鉄道路線である。このうち東京駅塩尻駅間は、東日本旅客鉄道、塩尻駅名古屋駅間は、東海旅客鉄道の管轄となっている。区間や、系統別に、中央東線。 中央再線、中央線快速など、様々な故障がある。国土交通省喚集の鉄道洋欄上では、本路線の内東京駅、神田駅の間は、重複する東北本線の一部とされている。同様に、代々木駅、新宿駅の間は重複する山手線の一部とされている。地域ごとの詳細については、以下の記事も参照。中央本線は、 東京都心から西の玉へ伸びて山梨県へ入り長野県南西部と岐阜県東南部を経由して愛知県の名古屋までを結ぶ鉄道路線である東京、名古屋の両都市から沿線の主要駅や新州地区を結ぶ特急列車が頻繁に運転されているほか両都市圏では都心部への通勤輸送の役割も担うまた日本貨物鉄道による 貨物列車も運転されている。本路線は中央線と中央本線の二通りの名称で呼ばれている。国土交通省などによる公文書や鉄道要欄では中央線の名称が使用されることが多いが、JR 各社をはじめとする民間では両方の名称が混用されている。一方、本路線の東京近郊を走る通勤軽電車については、 各駅停車は中央、総武線、快速電車は中央線と呼ばれ、中央本線とは呼ばれていない。ただし、これは路線の名称ではなく列車の名称として用いられているもので、特急系車両や近郊系車両については同じ区間を走っていても中央本線と呼ばれることがある。実例として、高尾駅、八王子駅、新宿駅では、 普通列車及び特急列車を中央本線、快速電車を中央線と明確に区別している。この複雑な使い分けは歴史的な経緯によるものである。国鉄時代の線路名称広告では中央本線とその支線を指す総称として中央線の名称が使用されていた。また、東京近郊を走る通勤系電車も中央線と呼ばれていた。 しかし、国鉄分割民営化の際に策定された、日本国有鉄道の事業等の引き継ぎ並びに権利、及び義務の承継等に関する基本計画において、本路線の名称が中央線とされたため、従来は中央本線と呼ばれていた本路線に対しても、公文書を中心にこの名称が使われるようになったのである。随一塩尻駅南方にある、 中央本線の東西分岐。左が東京方面、右が名古屋方面。1975年当時の塩尻駅。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。今日の塩尻駅は画像上部の篠ノ井線側に設置され、東線と西線は、ハの字に分岐している。右下へ伸びる路線は、 今日の辰野駅経由の視線。中央本線は、同じように首都圏と中京圏を結ぶ、東海道本線や東海道新幹線が、太平洋沿岸を走るのと比較して山間部を走る、路線であり、勾配もきつく、距離も長いため、全線を通しての通過輸送は、ほとんどない。1964年の東海道新幹線、開業前は、 東海道本線のバイパスとしても利用されていたが、東海道新幹線開業後、平時において、そのような機能はなくなった。しかし、現在でも東京都と山梨県や長野県中南部、あるいは長野県と中京県、京阪神を結ぶ重要な輸送ルートになっている。こうした性格は、中央本線の輸送形態にも現れている。 松本駅に連絡する、下野井線との連絡駅であり、JR 東日本と JR 東海の境界駅でもある、塩尻駅を境に、東京駅塩尻駅を、中央東線、塩尻駅名古屋駅間を中央西線と呼び、区別することがある。中央東線と中央西線では、 1982年5月17日の塩尻駅1移転以降、どちらの線の列車も大半が塩尻駅から篠ノ井線の松本駅方面に直通しており、両線を直通する旅客列車は基本的にはない。ただし、貨物列車や団体臨時列車などの一部の列車は、旧塩尻駅構内敷地の両線直通用の単線線路を通り、 塩尻駅のホームを経由せず、塩尻駅自体を通過する形で両線を直通している。また、工術の臨時急行列車、縦品、臨時特急列車、あずさ、基礎、基礎あずさ、すわしなのは、塩尻駅で旅客乗降を扱うため、四番線ホームに停車後、折り返して運転した。なお、中央再線区間については、国鉄時代から、 列車番号の付け方と、駅構内の場内、出発信号機に記されている、上下の表示を路線本来の上り下りの方向とは、逆都市、名古屋駅から、塩尻駅へ至る方向を降りとして、列車番号には奇数を付け、信号機には、下と表示している。国鉄分割ミニエーカ時に、当時の運輸省に提出された、事業基本計画、及び国土交通省監修。 鉄道応用欄では、東京駅神田駅間は、東北本線、代々木駅新宿駅間は、山手線となっている。これは先行付接路線との営業距離の重複形状を行わないためのものであり、線路は独立している。ただ、マルスのシステム上の経路表示における、中央線は、東京神田代々木新宿にらさき体となっており、東京駅神田駅間は、 東北本線と、重複、山手線の代々木駅新宿駅間は分断された、形になっている。なお、金山駅に、東海道本線のホームが設けられたことで、同様に、東海道本線と重複することになった金山駅、名古屋駅間は、現在も重複形状されている。元来、岡谷駅から、塩尻駅までの間は、塩尻峠から、 大城山にかけての山地を避け、辰野駅を経由する約 28km の迂回ルートで開通したが、1983年7月に全長約 6km の塩霊トンネルを抜ける緑湖駅経由の短絡線が開通し、同駅間が約 12km に短縮されたことで大幅な時間短縮が実現した。どちらの線区も中央本線に属し、 旧来の区間は、支線となっている。この支線は、辰野支線、または、辰野線、あるいは、緑湖駅、塩霊トンネル経由を、新線と呼ぶのに対して、旧線などと呼ばれる。また、この路線を、伊藤第八という大義主が誘致したという話から、第八回りとも呼ばれた。飯田線の大半の列車が、この支線の内岡屋駅、辰野駅間に乗り入れている。 東京駅塩尻駅間は旅客営業規則の定める大都市近郊区間の東京近郊区間であり、そのうち東京都内である東京駅高尾駅間が電車特定区間、加えて東京駅新宿駅間が東京山の鉄線内に含まれており、それぞれ区間外よりも割安な近距離運賃が適用される。お茶の水駅三鷹駅間は 快速電車や特急列車が走行する急行線と各駅停車が走行する観光線に分離された線路別複々線となっている。また、東京駅塩尻駅は IC 乗車カード、スイカの首都圏エリア、中津川駅名古屋駅間は同、東以下のエリアとなっている。旅客鉄道会社の支社ごとの管轄は以下の通り、 JR 東日本の管轄区間である東京駅塩尻駅間のラインカラーを呼び駅ナンバリングの路線記号は基本的にとなっている。上記の区間のうち高尾駅、大月駅間では駅ナンバリングの導入に合わせてオレンジと青の両方を表記した駅名表に概ね統一されているものの立川駅、高尾駅間に青を使用した駅名表はないほか 大月伊勢で、オレンジ帯の E233 系が、定期列車で乗り入れることのない笹子駅、海大和駅ではオレンジのみを用いた、駅名標が用いられており、統一性がない状態であったが、2020年の、初仮駅小淵沢駅間の駅ナンバリング導入に、伴い青を用いたものに交換が行われた。因は、鉄道洋乱状のデータ。 全長には括弧内の第二種鉄道事業のキロほどは含まない。本路線は東京駅から S 字を描くように西へ進み、神田、お茶の水、飯田橋、市ヶ谷、品野町、代々木などを通って山手線の内側を横断し、新宿へと結ぶ。新宿からは、甲州街道の北方一直線上に西へ走行して多摩地域へ進み、中野、高円寺、 吉祥寺、三鷹、小金井、国分寺などを貫いて、立川へと伸びる。立川からは南西へ折れ、八王子へ進む。八王子から西側では大ね甲州街道に沿って、山梨県へ入り、上野原、大月、山梨市などを通って、甲府へ至る。甲府からは、北西方向へ展示、韮崎や北東を通って、長野県の南信地域へ入る。 長野県の地毛を抜けて、諏訪湖の東岸から北岸を回り、下諏訪から西側ではほぼ中山道に沿って走る。中心地域の塩尻が、中央東線と中央西線の分岐点であり、塩尻からは南西方向へ転じる。基礎山脈の谷間を縦断し、岐阜県の東南地域へ入る。岐阜県の中津川や江那を経由し、鎌戸駅から西側では、 ほぼカ街道に沿って走行する。田嶋赤須貝を通って愛知県へ入り、名古屋まで至る。起点の東京駅を北に出発し、神田駅で山手線などと分かれて一路西へと向かい、武蔵野第地の東端の谷にあるお茶の水駅で総武本線支線と合流。ここから福福線に入る。新宿駅までは、 山手線の内側を横断する形で S 字型に路線が敷かれており、神田川や江戸城旧外堀などに沿って都心を走る。四谷駅付近で地下鉄丸の内線をくぐり、トンネルを抜ける。代々木駅付近まで首都高速4号新宿線と並行する。特急のほとんどが発着する新宿駅でまた北向きになり、山手線をくぐって西に曲がって、 東中野駅付近から立川駅付近まで線路はほぼ東西に直線となる。この辺りまではヨドバシカメラの歌にも織り込まれている。沿線は中野区、杉並区など東京のベッドタウンである。福福線は用地は直線だがホームに付帯する曲線がある。三鷹駅で福福線は終わり、多摩地域に入ると高い建物が減り、 各駅の前後を除いて、ほぼ完全な直線区間となる。2010年11月7日に、立川駅まで上下線の高架化が完了した。立川駅で南西に曲がって多摩川を渡り、日野駅から上り、勾配にかかって多摩川と浅川の間の日野大地を、霧通しで越えると、八王子盆地に入る。八王子駅の西側からは、上り急勾配が始まる。 東京都市圏輸送と郊外輸送の分解点となっている高尾駅を過ぎると沿線は急に山岳地帯となる。遥か先の能美平野にある愛知県の構造寺駅に入るまで平野部は途絶え、沿線の盆地には中小都市や町が並ぶ。山梨県上野原市、大月市などは昭和末期頃より東京への通勤圏となり、四方通駅。 猿橋駅周辺などは、宅地開発が進み、朝夕などは、東京方面への列車が頻繁に運行されているなど、沿線風景からは想像できない、長距離通勤客も多い。中央東線は、東京から、甲信地方へ向かう路線として、ビジネスや観光に利用されているが、並行する中央自動車道経由高速バスとの、競争が激化しており、その対策として、 格安の回数券、特特切符が設定されている。中央自動車道を北に見ながら、小仏トンネルを通過すると、関東平野から出て、神奈川県北部をかすめ、山梨県に入る。通勤系車両の E233 系で、東京駅から大月駅や、さらに、富士急行線の川口湖駅まで直通する列車もある。しかし、 高尾駅、大月駅間は大雨による運転規制がかかりやすく防災上の問題点を抱えており、これを解消するための防災工事も継続して行われている。この区間は相模川、桂川の貸し段球場に路線が敷かれており、短いトンネルが断続してカーブも多い。大月駅を出るとリニア実験線とも並行するがトンネルの間の 防音カバーが見えるのみである。ここから元スイッチバック駅が多数存在し、現在の各駅はホームが急勾配上に設けられている。なお旅客用ではないが、初0狩り駅では同省に宿場ラストを運ぶ、工事用臨時列車用のスイッチバックが、今も現役である。笹子峠を笹子トンネルで越えて、海山和駅を過ぎると、 新大日陰トンネル、抜けるとようやく山が開け、甲府盆地を見晴らして、下り勾配で滑り込む。この勾配のため路線は、炎山駅へと大きく迂回している。海大和駅勝沼武道号駅間の下り線は1997年2月に、新しいトンネル経由の新線へ切り替えられた。沿線は、山が多く、車窓からは、海駒ヶ岳や八ヶ岳などが見え、 関山と駅付近からは南アルプスも見える。甲府盆地は桃の栽培が盛んで、春には線路の両側がピンクに包まれ、文字通り、桃源郷の雰囲気を味わえる。また、ドウの栽培も盛んで、線路沿いにドウ棚を見ることもでき、富士山も海側に見える。坂折駅の先、身延線の善光寺駅の甲府駅よりから道線が、当線と並走する。 中央本線の列車、善光寺駅ともに他方を望める。身延線の近代駅の横を通り、甲府駅に到着。特急、海示は一部を除いてここが終着である。甲府駅を過ぎると路線は、竜王駅付近までは、比較的平坦だが、その後は、次第に急勾配で北上し、韮崎駅からは、八ヶ岳の尾根筋を登り、八ヶ岳の麓の高原地帯である。 小淵沢駅を過ぎると、長野県に入る。この周辺区間では、白樺林が絶景であり、標高も900メートルを超えて、夏でも比較的涼しい高原地帯である。富士見駅からは下りに入り、飯田線からの直通列車が折り返す東原の、千野駅から、特急停車駅が並ぶ。単線区間に入って、諏訪こいを走りつつ、 日本のスイスとも呼ばれた諏訪市や岡谷市を抜ける。広州街道はここ、諏訪地方までで、ここから、西は、北の高原を柵から回り込んできた中山道と合流する。ただし、国道20号は、中山道に合流して、塩尻市まで進む。一方、中央自動車道は、岡谷から、西側は、飯田線と、並行して、飯田を経由して、江名山トンネルを抜け、 岐阜県中津川市に至る。岡谷駅を過ぎると、塩霊トンネルで、標高1012メートルの塩尻峠を抜ける。一方急線は、天竜川に沿いながら走る。この区間は、天竜川が差し迫ってくる区間であり、川岸駅の駅名の由来となっている。辰野駅を過ぎると、今度は、横川側,側に並行して走る。宇都トンネルを抜け、 東塩尻信号場の移行を通過すると新線と合流する。松本盆地に入り、旧駅跡と名古屋方へつながる、電流線を左手に、塩尻駅で、東線と、西線が、背向きする。東京方面から、東線を走ってきた、定期列車はここから、篠ノ井線を、松本方面に向かい、逆に西線を、基礎福島、中津川、 名古屋方面に向かう定期列車が松本方面から直通してくる。なお、塩尻駅の乗り場案内は、ラインカラー青が中央東線に、大々が中央西線に当てられている。塩尻駅を出ると、国道19号沿いに路線は南下し、鳥居峠を越えると深い木曽谷に入り、木曽川の渓谷に沿って渓谷日が楽しめる。 中央線では最も風光明媚な場所であるが、単線も残り、急線のままで、制限速度が厳しい場所もある。森林鉄道のあった上松駅を通り過ぎると、名称、寝覚めの床があり、すぐ上を通るポイントでは、ダイヤに余裕があれば、品ノも、速度を落として、ゆっくり見せてくれる。有名な妻米宿、馬米宿を通る旧中山道の参道とは、 渚駅の先で分かれてしまうため、鉄道で同地域に向かう場合には、渚駅もしくは、中津川駅でバスの乗り継ぎを必要とする。多立駅坂下駅間で、岐阜県に入り、険しい山々が開けて、中津川駅に着く。さらに、中津川駅から先は、中央自動車道とも並行して走る。岐阜県に入り、木曽川と分かれると、線形が良くなり、 徐々に、沿線も宅地化が進んでくる。盆地や大地を頻繁に上り下りし、庄内川の上流、時川が並行するようになる。田治見駅を過ぎ、玉野渓谷に入り、愛知トンネルを抜けると、愛知県に入り、愛知環状鉄道と接続する高蔵寺駅を過ぎると、完全に、能美平野内の名古屋都市圏に差し掛かる。次の新寮駅には、車両基地があり、 春日井駅を過ぎたあたりから次第に都会の喧騒に引き戻される。なお、構造寺駅、勝川駅間は瀬戸市と稲沢市を結ぶ瀬戸線が並走する計画だったため線路の脇に線造できるよう土地が確保してあったが、現在は大半が民間に払い下げられ住宅が立ち並んでいる。庄内川と八田川を越え、日本唯一のガイドウェイバスの起点がある。 大曽根駅を過ぎる。名尾島駅を経由し、名古屋ドームへ向かう人も多いため、ここから名古屋駅までの区間は、野球の試合などのイベントにかかる時間帯は、非常に混雑する。また、大曽根駅名古屋駅間の各駅で、名古屋市営地下鉄の各線と接続するため、相互間の利用も終日にわたって多い。そのため、快速以下はすべて各駅に停車する。 金山駅で東海道本線と合流、そのまま名鉄名古屋本線を挟んで並走しながらほどなくして、両社の下をくぐり、南西から来る関西本線と合流すると、当線の終点である名古屋駅に到着する。車両形式、系列は突起なければ電車。中央本線として全線を通して運行する列車は臨時列車のみである。 中央東、西線直通列車の節を参照。中央東線特急、あずさが、新宿駅を起点に、塩尻駅から、篠ノ井線に乗り入れ、松本駅や、大糸線白馬駅、南小谷駅まで運転されているほか、これを補完する形で、新宿駅からの特急、海樹が、途中の甲府駅まで運転されている。このほか、速達タイプの特急、 スーパーアズサが運転されていたが、2019年3月16日のダイヤ改正でアズサに統一され、使用車両がアズサ、開示の全列車とも E353 系に統一された。またこの改正で、新宿駅富士急行線川口湖駅間直通の特急富士海遊が新設された。首都圏で朝と、 夕夜間の通勤時間帯に運転されていた、東京駅八王子駅間の中央ライナー、東京駅大梅駅間の大梅ライナーにそれぞれ変わる特急として、八王子、大梅が設定された。また、長野県内の広域輸送として、新越本線長野駅と飯田線飯田駅、または天竜橋駅等を結ぶ快速、ミスズが緑子駅を経由して、 塩尻駅辰野駅間で運転されている。中央西線名古屋駅から、篠ノ井線を経由して、新越本線長野駅まで特急、品野が運転されている。また、臨時、品野の一部は、大糸線方面まで乗り入れる列車もある。また、休日には、名古屋駅中津川駅間運行の定期列車の延長で、塩尻駅まで快速。 ナイスホリデー駅ソロが運転されている。また、ホームライナーも多数運行されている。また、主な臨時列車として以下の列車がある。本節では、JR 東日本管内と JR 東海管内の区間ごとの輸送形態を記述する。JR 東日本管内東京駅、高尾駅間東京都市圏輸送区間であり、通勤電車が高頻度で運転されている。 お茶の水駅三鷹駅間は複々線であり、環急分離運転が行われている。線路は、観光線、急行線と呼ばれ、観光線を各駅停車の電車が、急行線を快速電車が走行する。各駅停車は、お茶の水駅から、総武本線の観光線に乗り入れ、千葉駅まで相互直通運転を行っている。中野駅三鷹駅間では、 東京メトロ東西線との相互直通運転も実施されている。快速電車は東京駅から高尾駅までが旧来からの運転区間であるが都市圏の拡大により大月駅まで運転する本数が増えた。さらに一部は大月駅から富士急行大ガーツ線、川口湖線に乗り入れ川口湖駅まで直通運転を行っている。一方で立川駅から 大梅線杯島駅、大梅駅方面、杯島駅から五日市線武蔵五日市駅方面、八甲線駒川駅方面へも直通運転を行っている。なお、2020年3月14日のダイヤ改正において、観光船各駅へのホームドア設置に伴い、東京駅を発着する列車は全て快速以上の優等列車のみとなり、各駅停車は終日。 千葉駅、お茶の水駅、三鷹駅間のみの運転となった。これにより、早朝と深夜の各駅停車の東京駅発着での運転や、総武本線との直通運転で一部運行されていた、立川方面との列車は廃止された。高尾駅、塩尻駅間中距離列車を中心に運転される区間である。飯田線直通の、三スの一部や朝の大糸線からの直通列車を、 除き、全列車が普通列車で、運転区間内の全駅に停車する。高尾駅から、甲府駅を経て、塩尻駅、篠ノ井線松本駅まで一体的に運転される。甲府、小淵沢、富士見発や飯田線直通の列車の中には、松本駅からさらに、篠ノ井線を進み、新越本線長野駅まで運転される列車や、大糸線と直通運転する列車もある。 岡谷駅、塩尻駅間は戦術の通り原則的に本線を経由して運転されており、四線区間とは半ば分断されている。四線区間へは、飯田線への直通列車と一部の辰野駅経由の列車のみが直通運転する。立川駅、高尾駅発着列車は6両編成が基本となるが、山梨、長野県内で完結する列車については3両。 編成や e 1 2 7系2両編成の運用もある。この区間で使用されていた1 1 5系は当機のみドアが駅停車時に乗客自身が開閉できる半自動になった。2 1 1系 e 1 2 7系快速電車用の e 2 3 3系のドア扱いは通年半自動になる。1時間あたりの運転本数は 高尾駅、大月駅では2から4本、大月駅甲府駅小淵沢駅間では1の3本、小淵沢駅塩尻駅間では、飯田線直通列車を除いて、おおむね1本である。遠く間の中距離列車とは、いわゆる休憩国電で運行されていた、急行電車の運行上の終点である、高尾駅を越える、客車列車で、後に70系電車が充当された。 新宿駅始発の定期列車であった普通列車の停車駅は高尾駅までは立川駅と八王子駅のみであり当時の急行電車より停車駅が少なかった1985年3月14日のダイヤ改正で一旦下りの夜行列車一本を除いて立川駅、高尾駅発着のみとなったが山梨県側の要望もあり 1986年11月1日のダイヤ改正で朝湯を中心に折り7本、上り4本が再び新宿駅発着となった。1986年11月1日に三鷹駅にも停車するようになり、後に立川駅発着の列車は西八王子駅に停車をするようになった。その後、 快速の201系電車による大月駅までの定期列車乗り入れと富士急行線川口湖駅への乗り入れ拡大と引き換えに徐々に新宿駅発着の普通の本数が削減され最終的に残っていた朝晩の下り3本上り1本の新宿発着の列車が1993年12月1日のダイヤ改正で廃止され新宿駅立川駅間を走行する定期の 中距離列車は姿を消し、再び、立川駅、高尾駅発着のみとなった。その名残で現在でも、JTB などの旅客向け時刻表における、中央本線のページの新宿駅立川駅間では、特急だけではなく、高尾駅以西に直通する快速も三鷹駅のみ、時刻が掲載されている。なお、2020年3月13日以前には、 夜間大月駅発の中央線快速電車の一部に中央観光線直通各駅停車東京駅行きが存在していた。また、主な過去の立川駅に直通する臨時の中距離列車として以下の列車が運転されていた。支線区間、支線区間では、辰野駅で運行系統がほとんど分断されており、全区間通して運転される定期列車は、 わずかしか設定されていないが、地元住民には必要な生活の足となっている。岡谷駅辰野駅間を走る列車の大半は飯田線に直通する。この区間は JR 東日本の管轄であるが、飯田線は JR 東海の管轄のため、飯田線直通列車は辰野駅で乗務員交代が行われる。一部は岡谷駅から、 千野駅や上、諏訪駅まで直通する。緑湖駅を経由して、松本駅、長野駅に直通する列車もある。また、一部列車では、JR 東海の313系によるワンマン運転が行われる。1時間に1本程度の運転である。辰野駅、塩尻駅間は、中央本線の中では、優等列車も含めた、運転本数が、 最も少ない区間であり、普通列車が1から2時間に1本程度運転されるのみである。地元では、辰野線と呼称され、この区間内から乗り入れる列車は、小野経由と案内されることが多い。ほとんどの列車がこの区間のみの折り返し運転となっているが、朝夕を中心に、松本駅や岡谷駅まで直通する列車が設定されており、岡谷駅から松本駅より、 先の大糸線信濃大町駅まで直通する列車も朝方に一本設定されている。なお、辰野駅園と塩尻駅園の相互発着となる普通乗車券、回数乗車券は選択乗車が可能であり、小野駅経由の乗車券でも川岸駅、緑子駅経由で乗車することができる。また、岡谷駅園から辰野市線を経由し、 塩尻駅園に直通する急行列車の料金及び特別車両料金は、辰野市線内で途中下車しない場合、緑子駅経由で料金計算される。また、運賃及び乗車券の県面の経由表示も緑子駅経由となる場合がある。JR 東海管内塩尻駅中津川駅間、塩尻駅から、なぎそ駅までの間は、 普通列車の運転本数は少なく、日中は2時間に1本程度の運転。なぎそ駅中津川駅間は、区間列車も合わせて1時間あたり1本程度の運転である。基本的に313系2両編成によるワンマン列車で、一往復を除いて、篠野井線松本駅まで乗り入れている。なおワンマン運転区間は、中央本線の区間のみで、塩尻駅松本駅間は、 車掌が乗務する。また JR 東日本長野総合車両センター所属の211系3000番台も運用に入り、こちらの場合は全区間車掌が乗務する。一部には松本駅基礎福島駅、上松駅間及び中津川駅坂下駅、渚駅間の区間運転列車も設定されている。朝には中津川駅より南の新寮駅から 松本駅まで運転される列車もある。全列車が運転区間内の全駅に停車する。この区間の普通列車は、上松駅や基礎福島駅などで上下列車の交換や特急の接続、通過待ちなどで長時間停車することがあるが、一部の列車は塩尻駅から中津川駅まで後続の特急に抜かされない。 運用される3 1 3系は1999年の投入当初はセミクロスシート仕様の3000番台だったが2011年から転換クロスシート仕様の1300番台に置き換えられている。中津川駅名古屋駅間中央本線中津川駅から名古屋駅までは名古屋県の通勤路線として快速のほかホームライナーが運転されている。 名古屋駅には、昼間1時間あたり、快速3本、普通5本が発着するが、高蔵寺駅、田見駅、水波駅で折り返す列車が多く、名古屋駅中津川駅間の直通は昼間時間帯で、快速列車が2本となる。朝には、上りのみ、坂下駅、渚駅から直通運転される、快速列車もある。この区間では、座席指定制の、 セントラルライナーも毎時一本運転されていたが、2013年3月16日のダイヤ改正で廃止された。2005年の愛知万博の開催時には、名古屋駅から構造寺駅経由で愛知環状鉄道線万博や草駅まで直通するエキスポシャトルが運行された。貨物列車の運行系統は、関東地方から南松本方面と稲沢駅から、 南松本方面の二つに分かれている。定期貨物列車は、東仙国立駅塩尻駅間、西仙塩尻駅名古屋駅間である。2009年3月改正までは、辰野市仙塩尻駅辰野駅間でも、貨物列車が運行されていた。コンテナ輸送も行われており、寒冷地の山梨県、長野県へは、石油の輸送が盛んである。石油は、 京洋地区や京浜地区、中京地区にある製油所から内陸の輸送所へ送られている。輸送の高速化のために多機線経過車で編成された高速貨物列車も設定されている。なお、中京地区からの石油輸送が行われている背景にはタンクローリーが中央自動車道の江那山トンネルを通れないという事情もある。また、カスガにある 製紙工場の製品を輸送する、コンテナ車を連結する専用貨物列車も稲沢駅、春日井駅間に設定されている。かつては、ワム8万系有害者の運用も設定されていたが、2012年3月の有害者全廃に伴って廃止された。中央線の定期貨物列車が発着する駅は、八王子駅、龍王駅、田地駅、春日井駅である。 団体専用列車用車両は除く。キハとあるのは、機動車、客車などの車種が記されていないものはすべて電車である。中央東線は工述する制約があるためと、高尾駅伊降の混雑が激しいため、JR 東日本では、山手線や常磐線とともに新形式が最初に導入される路線の一つになっている。現在の車両過去の車両101系以後の、 定期運用があった系列は以下の通り。甲府電化港の休憩車両では7 2系、7 0系、8 0系電車や EF64 型やさらには EF13 型、ED16 型などの電気機関車に牽引された客車列車があった。現在の車両2021年3月5日より名古屋地区の普通列車、快速列車に3 1 5系が導入される。 予定であり、2023年度までに、すべての列車が315系での運転となる、予定である。過去の車両現在の車両東線の高尾駅から、西線の中津川駅までにかけては、勾配のきつい山岳路線となるため、牽引定数やそもそも速ブレーキの関係上、乗り入れ可能な機関車が次のように限定されている。ただし、 東線の国立駅八王子駅間と西線の名古屋駅多治見駅間は山岳区間に入る手前の平坦線区のため南部線や武蔵野線及び東海道本線から乗り入れる次の平坦線区向け機関車も入線することができる過去の車両高尾駅渚駅間には非電化時代に断面が小さく作られたトンネルを路盤の掘り下げや改修をせずに 特殊な河川を使用して電化した区間が多数存在するため、電車においては、高尾駅伊東から直通する車両を含め、パンタグラフの取り付け部分、または車両全体が低屋根化された車両や、パンタグラフを折りたたみ高さの小さい特殊なものに取り替えるなどの対策がされた車両しか入線できない。そのため、車両製造会社の工場において落成した新車。 改造車や私鉄などの譲渡車を改装する公衆輸送のルートからも中央本線は基本的に外されており運転されるものは長野、山梨地区の事業者向けに限られている。ただし構造上もともと一般型より車高が低い直流電気機関車や特急系車両はその限りではない。街頭区間を通過する車両は東線では e 三十三系。 1 8 3 1 8 9系、e 3 5 3系、e 2 5 7系の各電車のほか、臨時列車で1 8 5系、2 1 5系、2 5 3系、e 2 5 9系、e 6 5 5系がある。このうち、高直流電車の e 6 5 5系は、低屋根化することで入線が可能となっている。 JR 東日本所属の一般直流電車については E231 系以降、高尾駅伊勢に入る可能性のほぼない山の鉄線や京浜、東北線用などの車両を含め、京商トンネル対策の設計がなされている。名古屋方面からは383系及び211系低屋根構造車、311系、313系の 各電車などが乗り入れている。JR 東海所属の車両は証言会、トンネル寸法に準拠したシングルアーム式パンタグラフの開発によって1995年に登場した3 7 3系より通常規格の設計が可能となり、中央線以上に限界制約があるミノブ線用の車両を含めて従来行われていた。 パンタグラフ取付部の低屋根化が不要となった。電気機関車は通過可能である。なお、通過できる車両には車体に表記される車号の前にマークが付けられている。JR 東日本管轄区間、神戸鉄道八王子駅潮尻駅間、神戸鉄道国有海港国分寺駅での中央線、列車民営海港 JR 東海管轄区間、 塩尻駅宮の越駅間この区間は、当初、中央東線として、延伸開業したが、中央本線となった全線開通以降は、この区間を含めて、塩尻駅名古屋駅間が、中央再線と、通称されることになる。基礎福島駅名古屋駅間全通ゴミニエーカー以降輸送力の増強を図る目的で当初、万世京駅、 中野駅の複々線化計画が存在しており、関東大震災後に利用度がさらに増加したため、復興計画の一環として、お茶の水駅、中野駅で複々線が建設され、1933年に完成した。また、一部時間帯に急行電車を運行させた。また、 この計画と同時に、総武本線両国駅お茶の水駅間についても、高架鉄道として建設され、この結果、東京始発のものを一部の時間帯は、急行電車として運転することとなり、各駅に停車する列車は一部の時間帯は、総武本線に乗り入れることとなった。第二次世界大戦後、俗に言う。 通勤後方面作戦で中野駅伊勢の輸送力の増強を図ることになり、1966年に中野駅を木久保駅間の複々線化が完成し、中央観光線電車と A 段地下鉄東西線乗り入れの列車がこの区間に運行されている。1969年には複々線区間が三鷹駅まで延長された。1999年3月より、 三鷹駅立川駅間の連続立体交差化に着手している。これは既存の伏線の路線を主に高架にすることで道路との立体交差を実現し、踏切の解消を目的としているので、この工事が完成しても複々線とはならない。本来は高架式地面室のために設置した仮線部分が複々線用地であったが、 用地取得を行っている1980年代に国民の環境意識が大きく変化し、日照圏や騒音問題に関する環境基準が著しく厳しくなった。このため、高架を建設する際には一定幅の干渉体を設置しなければならなくなり、中央線高架の完成後も仮線跡は速度や緑地帯に転用される見通しである。 三鷹駅国分寺駅間が2009年12月、国分寺駅立川駅間が2010年11月に完成した。もともとは現在視線となっている、辰野駅経由の別称、第八回りの方が本線だった。この部分については次のような話がある。中央本線の布設時、諏訪付近から名古屋までの路線をソダニを通すか、稲ダを通すかで論争となり、 結局、木曽谷川が勝って、こちらに線路を敷くことになった。しかし、これで納得しなかった、稲田出身の大義士で鉄道局長の伊藤大八が、下諏訪から、塩尻峠をトンネルで抜けて、塩尻へ向かう案を撤回させて、稲谷の入り口である立野を経由させるようにした。そのため、この立野を通るための迂回部分は、伊藤大八の名前を取って、 第八回りとも呼ばれることとなった。ただし、当時の技術力では、潮尻峠を貫く、長いトンネルを掘れなかったので、潮尻峠を避けるために天竜川や横川側に沿って迂回させただけであるという説もある。実際、この区間にトンネルを改作すると、約6キロメートルの長さになり、当時長さ日本一だった道線の笹子トンネルをしのぐ。 ものになる上、糸井川静岡構造線をまたぐことから、地盤も悪く難工事になる。この路線は1911年5月1日に、全通して以降、東京駅塩尻駅名古屋駅間を通しで運行された列車は、東京側の列車発車駅であった飯田町駅、名古屋駅間を1938年まで運行された、夜行普通列車701.702列車が、 唯一の例とされている。ただし、東京側からの東西直通運転自体は、第二次世界大戦期間中の一時中断を経て、始発駅を、飯田町駅から、新宿駅に変更して1956年頃まで、続いた。また、1954年から1961年には、準急基礎の一部の車両が、名古屋駅新宿駅間を、 直通運転していた。だが、1964年の東海道新幹線、開業以降は、この路線を経由して、透明感を直通する列車は、臨時列車も含めて、全く運転されなくなった。その後、1965年頃から1974年頃の毎年夏季に、名古屋駅地の駅もしくは、小淵沢駅間で、東。 再線直通運転を実施しており、この頃から途中の観光地への直通を主眼に置くようになる。1982年5月17日に、塩尻駅の改修を行い、東京方向と名古屋方向と直通する形から、東京、名古屋方向と篠ノ井線方向へ直通する形となった。その後は、貨物、団体専用列車を除き東西直通運転される。 定期列車は存在しない。なお、東西直通運転を行った、臨時列車は、以下の通り、各各項目を参照のこと。東京駅、高尾駅間ここでは、駅名と、主要な駅の東京駅からの営業記ロのみを記す。停車駅、接続路線、駅所在地などの詳細については、中央線快速駅一覧、中央、総武観光線駅一覧を参照。 東京駅、神田駅、お茶の水駅、水道橋駅、飯田橋駅、市ヶ谷駅、四谷駅、品野町駅、千田ヶ谷駅、代々木駅、新宿駅、大久保駅、東中野駅、中野駅、公園寺駅、阿佐ヶ谷駅、小木久保駅、西小木久保駅、吉祥寺駅、三鷹駅,駅、武蔵堺駅、東小金井駅、武蔵小金井駅、国分寺駅、西国分寺駅、国立駅、立川駅、日野駅と与田駅、 八王子駅西八王子駅、高尾駅高尾駅塩尻駅間2019年度の時点で JR 東日本自社による乗車人員集計の除外対象となる駅は柳川駅、鳥沢駅、初刈駅、笹子駅、甲山戸駅、東山梨駅、春日井町駅、新婦駅、穴山駅、長坂駅、島の境駅、鈴蘭の里駅、青柳駅、 緑子駅である。過去の接続路線達の支線2019年度の時点で JR 東日本自社による乗車人員集計の除外対象となる駅は川岸駅と品川東駅である。塩尻駅中津川駅間過去の接続路線中津川駅名古屋駅間ここでは駅名と主要な駅の東京駅からの営業記ロのみを記す。停車駅、接続路線。 駅所在地などの詳細は、中央線駅一覧を参照。中津川駅、美濃坂本駅、江奈駅、ぶな駅、か戸駅、水波駅、時市駅、田嶋駅、ここ家駅、上高寺駅、高蔵寺駅、新寮駅、春日駅、勝川駅から新森山駅、大曽根駅、筑草駅、鶴舞駅、金山駅、名古屋駅内は、起点からの営業キロ下河原線も参照。 新鮮付け替え区間廃止区間にある駅を除く。うちは、東京駅起点の営業記録。JR 東日本 JR 東海。ありがとうございます。